ますか。じゃあまずは、はい、屋根、一旦屋根もやりたいんですけど、この木の壁を作りますか。ちょっとこれ全部木でいいんですか。やっぱ白のコンクリートかなって。意外と縦長ねえ、長いですよね。ガチやばいから。めちゃめちゃ長い。すいませんけど長いいや長い。こんなに大変になるとは思わず、ね、そこでみんなは、はい、なんかトークテーマみたいな感じ、ちょっと申し訳ないですけど、どうですか。お前ホロライブ、ホロライブちょっと慣れましたか。あ、なんかそうです。あ、こういう風にリグロスって言われると、いつも僕を一番最初にみんなが言わせるんですけど。そんな、あんまり決め込んじゃうんですか。あんまりなんですか。はじめめちゃめちゃ番長、どうなの。いや緊張するよね。はい、緊張気合だけと言ってますね。おっす、おいちゃん、おいしょ、止まらせてくれるやん。先輩がめっちゃ優しく圧をかけてくれました。あー、圧かけちゃったか。いや、圧あるんだ。いいよ、みんな。そんな怖いんだから、マジブルってる。ブルってる。ちわってね。もうなんか何周年ここも反対もやるか。ちょっとみんな叶えがしゃべる。すごいおっせんのやつ。ライブの時になんかここで1位を取るんだみたいなことを喋ってる切り抜きを見て、時間かかったもん。いやだってこれ最初作るのやめよっかみたいな話若干出てたもんね。やめよっかってもう野ざらしでよくねっていう話してたんですけど。違うやつ作ってるやついるな。え？もうできる。でこれで、ね、まず屋根を作っていきましょうっていう感じなんですけど。はい、はい、この赤のところ。はい、何何笑ってんのミオちゃん。なんでもないです、なんでもないです。何でもない、何でもない、はい、気になりますね。気になるじゃん。何をやめてください、ちゃんとするの。あ、いけない、いけない、そんなことない。すいません、そんなことは。え、やめ、あっ入り口は後で作るでいいんじゃない。なるほどね。あ、ふぶさん、ほんと、え、ふぶさん、え、何やってんな、こいつ。どれ、見たい、見たい、みこちどこ。え、何もして、何もしない、そんな。ここだよ。やばい、スバルには見えない何かがここにある。うん、スバルにはまだ見えないかもしれないけど、あるんですよ。やってるな、これ。ふぶちゃん、ここ事務所の壁じゃないんだよ。違うの？どうだよ。体育館の裏だからいいかなって。なるほどね。でっかい落書きでござるな。このね、枠のところ、みこみたいに。あ、そう、つなげていく感じでよ、もう、すごい勢いで赤が伸びてく。すげえ。楽しい。早い速度。おいしょ、おいしょ。あ、いいです。